町名現行行政地名は、西落合一丁目から、西落合指定目。住居表示実施済みの地域。郵便番号は161-0031。旧地名は、くずが谷。新宿区の最北西部に位置する。町域北部から東部は、目白通りに接し、これを境に、豊島区南長崎に接している。南東部から南部一帯は、 新宿区中落合に接している。南西部は大ね明昌寺川沿いに接し、中野区上高田に接する。西部は中野区松が丘、中野区江戸田中野区江原町にそれぞれ接している。中央部を新大梅街道が横断している。主として住宅地として利用される。隣接している鉄学堂公園の一部も西落合になる。ただし、公園の敷地の大半は、 中野区松が丘で、公園も中野区の管轄になる。目白通り、中野通り及び新大梅街道沿いを除き、西落合1丁目の一部、2丁目の一部、3丁目の全域及び4丁目の全域は、第一子低層住居専用地域に指定されている。これらの地域の憲兵率は50%、容石率は100%であり、新宿区内で最も低い割合である。 整備された道路等と相まって古い歴史と緑に囲まれた完成な住宅地となっている。住宅地の地価は2017年の工事地価によれば西落合3の17の後の地点で53万4000円平方メートルとなっている。旧地名はクズガ谷である。クズガ谷は1559年の小田原州所領役町にも見られる古い地名であり、 カツラ大納言言行進の重地でクズが谷と言われたと、される。もっとも、その谷も、クズが谷の、クズは、クズとも書き、林野に住む人の意味とする説、クズの生えている腹だったからなついたとする説、自称院中高の祖と言われる、監修商人の栄華に、朝日差し夕日輝くカツラがやみだの字や、宇ドヤ地蔵観音とあり、クズが、谷は古くは、カツラがやと読み、 それが中期以降に、葛ずがやと呼ぶようになったとする説等がある。武蔵国葛ずが、谷村、明治初期の品川県葛ずが、谷村、1878年11月2日の、軍区町村編成法施行後の東京府、南都島軍葛ずが、谷村、1889年5月1日の町村制施行による南都島軍落合村、大和ざくずが、谷、 1924年2月1日の、落合町成立後の豊玉郡落合町、大和ザクズが、田に、1932年10月1日の東京市、編入後の東京市淀橋区西落合1から3丁目、等の名称変更を経て、1965年8月1日の住居表示実施により、現在の東京都新宿区西落合1丁目から4丁目となった。 内務省によって1933年に第三次指定風地地区の一つとされた野形風地地区に西大合の一部が含まれている。この野形風地地区は1963年10月に廃止された。2017年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。南東端には、 都営地下鉄大江戸線落合南長崎駅が設置されている。町域北部では西部池袋線東長崎駅が、町域南西部では西部新宿線新井役自然駅がそれぞれ近く、これらの駅も多く利用される。目白通りや新目白通り、鉄学道通り沿いなどにバスの便も多く、これを利用する者も,もいる。1925年8月に、 地元有志によってクズが、谷高地整理組合が設立され、以後、1936年までの間、高地整理が実施された。一区画300坪で整備され、町の中心を東西に走る道路と南北に走る道路の幅を、角8メートル、その他の道路幅を約6メートルとし、縦横に規則正しく道路が作られた。そのため、この地域は、現在も、 五番の目状に整備されている。また、高地整理完了に伴い、道路一本一本に名称が付けられた。主要な道路には、前日の幸通り、栄通りのほか、青柳通り、七草通り、花園通り、弥生通り、ことぶき通り、天神通り、恵比寿通り、朝日通り、弁天通り、若葉通り、常磐通り、西木通り、雪見通り、宮前通り、 等、天河で縁起の良い名称が付された。細い路地には、黄金通り、白銀通り、霞通り、明けぼの通り、辰見横丁、桜横丁、うずら横丁、栄横丁等の名前が付けられた。これら西落合地区の31路線の道路名は、2009年12月3日に新宿区によって道路通称名として認定され、今に至っている。 西落合3丁目、4丁目の道は、建設省及び警視庁が1996年に定めた第6次交通安全基本計画の中心事業として、車両の通行より人の歩行スペースを優先的に考えたコミュニティゾーン形成事業のモデル地区とされた。また、同じく西落合3丁目、4丁目は、警視庁によって2014年、 時速30キロの速度規制を実施するとともに、その他の安全対策を必要に応じて組み合わせ、ゾーン内における車の走行速度や通り抜けを抑制するゾーン30として整備されている。ありがとうございます。